おはようございます。皆さんやばいです。オープニングから本当に申し訳ないんですけど、やばい、今回の旅最大にやらかしてしまいました。本当にやばい。ちょっと本日から、私今中国にいるんですね。で、中国から本日はジャカルタに移動するために朝10時のフライトだったんですよ。だからホテルを7時に出ないといけなかったんですね。現在の時刻じゃじゃん9時、フライト1時間前。ちょっと待って、本当にやばい、本当にやばい。今さ、頑張って私は急いでますって言って運転手さんに急いでもらってるんだけど、間に合うかな。間に合わないよね。だって国際線ってことだもんね。最悪、マジでアラームの音聞こえなかった。もう最悪。でもなんかのトラブルがあって、なんかの奇跡が起きて乗れるかもしれないから、もう頑張ります。最後の 0.0001% の奇跡を信じて、私は今空港に向かっています。それではレッツゴー。それでは空港に到着しました。でももう終わった、もう終わった。9時半なんだけど今もうちょっと待って、でもまだ9時半だから分かんないから、一旦カウンター行ってみる。でも無理だよね、だって国際線だもん。ちょっと待って、どっから入ったらいいのこれ。みんな終わった、終わった終わった。チェックインカウンター当たり前だけど閉じてた。あと1時間早く起きたら間に合ってたのに。ちょっと待って、もう最悪。ちょっと待って、もう涙も出ない。あーでも泣きそう。ちょっと待って、チェックインカウンター閉まってた。頭が真っ白すぎて何も喋れないし、何も感情が出ない。ちょっと待って、どうしたらいいの。ちょっと待って、一回ママに電話しよう。てかデルタマイルで、もうデルタマイルで今回航空券取ってたんですね。パパがデルタマイルを持ってて、で早くそれをなんか使ってほしいって言われてたから、それでデルタマイルを使ってジャカルタまでの飛行機の航空チケットを取ってたんだけど、一旦さキャンセルの準備しなきゃ。ちょっと待って、デルタ航空にさキャンセルの電話しないといけないんだけど、国際電話だからさ電話かけられないから、ちょっとママに頼まなきゃ。一回ママに電話する。もうちょっと待って、待って待って、やばいやばい、あと15分ぐらいで飛行機が出発しちゃうから、それまでにデルタマイル返してもらわないといけないから、デルタ航空に電話しなきゃ。はぁ、あ、ちょっと待って。それではママに電話します。もしもし。もしもし。どうしたの。寝坊して飛行機乗れなかった。え、またまたって言わないでよ、そんなの。前もあったよね。もうそんなに早い便だったの。ね、10時5分だったんだけど、今9時。全然早くないじゃん。もう、そんな怒ってもさ、起きれなかった。知られない。おー。え、ほんとに。本当に、だってもうチェックインカウンター閉まってた、今行ったら。うわー、やらかしてる。やらかした、最悪。もう涙も出ない。うわー、全然お茶目じゃない。全然お茶目じゃない、本当に。うわー、信じられない。もう知ってるよ、みーが一番信じられないもんだって。うわもうそんなの言わないの、お願いだから。もうだからさ、ちょっとさ、今さお願いがあるんだけどさ。え、何？デルタ航空に電話しないといけないの。デルタマイルを返してもらわないといけないから。帰ってくるの？多分帰ってくるから、国際電話だったらさ電話できないから、ママがさデルタ航空にさ電話してほしい。うん、お願いします、お母様。お願いお願いお願い。電話つながりにくいかもしれないからさ、今すぐかけて、でつながったら本日のこのチケット後でさ LINE で送るから、それのチケットをキャンセルしてマイルを返してくださいって電話してほしい。つながりにくいでしょ。つながりにくい。今ないんだけどな。すいません、お母さんお願いします。まだ電話じゃないんだけどな。お願い、もう本当に最悪。はあ、お願い。まあじゃああとは自分でどうにかするんだ。乗れなかったけど。もう今から大体案を考えないといけない。今から考えるんだ。今から考えるよ、だって今乗れないの分かったんだから。もしマイル返ってこなかったらどうするの。もうそれ無駄になっちゃうから、早く早く電話してほしい。うわー、無駄になるんだ。そうだから、お願いお願い、早く早く早く電話してほしい。私が使ったのに。ごめんごめん、だからそのマイルを早く返してもらって、次のさ旅で使えるかもしれないから、まただからお願い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 。そうだね、うん、分かったよ。頑張れって言ってよ、頑張れって。あー、そうだね、そうね、そうね。寝坊するなんて信じられないわ。だからもうそれは聞いたって、もう分かってるよ、みんなって。信じられないわ。ひどいよ、みんな聞いて。ママ信じられない、信じられないばっか言って。信じられない。本当にそんな早朝便でもないのに。励ましてよ、もう。あ、旅で疲れてたんだよね。あ、そうだって2日連続で寝れなかったもんだって。あー、そうなんだ。ちょっと生活変えた方がいいと思うよ。もう分かってる、もうそんなの。だから
こういうことになるのよ。もう分かった、分かった、頑張れって言ってよ。そんなもう分かってるから。とりあえず私電話つながるか分かんないけど、うん、努力はしてみるよ。うん、分かった、お願いします。うん、お願いします。じゃあ頑張って。はい、分かった。次どうなるのか分からないけどどうなったかまた言うわ。気をつけて。はい、バイバイ。行ってきます。はい。ということで、お母さんにも信じられない、信じられないと言われ、それではとりあえず次どうするか考えたいと思います。あー、なんか虚しいけどさ、ミーが乗るはずだった飛行機見に行く。それでは皆さん、ちょっと腹は減っては戦はできぬ、腹は減っては次の大胆面を考えられないということで、サブウェイを食べながら次の私の行動を考えたいと思います。もう泣きそう。もう本当に、なんで全然アラーム聞こえなかった。え、史上最強にアラーム聞こえなかった。疲れてたんだろうな、マジで爆睡してた。ということで、今回はタマ電子工業さんとのタイアップ動画、コラボ動画だったんですね。タマ電子工業さん、本当に申し訳ありません。本当に許してほしい。タイアップ動画でこんなヘマをやらかして、タマ電子工業さんは許してくれるのでしょうか。この動画がもし流れていたら、タマ電子工業さんが寛容な心で許してくださったということなので、許してくれてこの動画が流れるかどうかは分からないんですけれども、タマ電子工業さん、すいません。そしてありがとうございました。本当に何してんのって感じだよね、マジで。タイアップ動画なのにこんなヘマをやらかしてしまって申し訳ありません。許してください。こんな私をどうか許してください。皆さんも自業自得だと思いますよね。これに関しては本当に自業自得なんです。もうだから、もう何してんだとか冷たい言葉をかけないでください、お願い。だから本当に泣きそうなんだけど、無理、もう本当に無理。もう本当に最悪。あ、とりあえずさっきママから連絡が来て、デルタマイルを返却できたよってことだったので、まあさっきはね、電話で動画撮ってたんだけどってさっき言ったら、あら、動画撮ってたんだったらもうちょっと優しい言葉をかけたらよかったわとか言ってました。もう最悪、もう何なのママも本当に。まあでも本当気をつけてねって、大体案が考えられたらまたママに教えてねって言ってて、まあ優しいお母さんでよかったです。 笑ってたわずっとママ、何してんのって。それではとりあえずいただきます。いただきます。なんかこのサブウェイちょっと高かったんだけど、うん、美味しい。なんか日本のサブウェイと味が違う気がする。一緒か。お腹が満たされてさ、次のさことを考えようとしてるんだけどさ、なんかもうなんでこうなっちゃうんだろうね。なんかママがさ、また飛行機乗り遅れたのって言ったじゃん。インド動画見てくれてる方は分かると思うんですけど、インドで私2回飛行機乗り遅れてたんですね。そのまただったんですけど、インド行ってから半年ぐらいが経つんですけど、半年後にまた同じことをやってしまいました。あー、もう本当にやばい、どうしよう、泣いちゃう。話しててもご飯は美味しい。待って、今さ航空券調べてるんだけどさ、え、ジャカルタまで中国から直行便24万円嘘でしょ、え、これバグってんのこれ。わー、どっかに経由しないと無理かも。例えば中国、タイ、ジャカルタとか、中国、ベトナム、ジャカルタとか、めっちゃ時間かかるんだけど、え、どうしよう、マジどうしよう。しかもやばいのが、今日中に中国を出国しないといけないの。みーね、なんでかっていうと、ビザ、前回の動画で説明してるんだけど、中国に入国するのにビザが必要なんだけど、みーは観光ビザじゃなくてトランジットビザっていう、まあ第三国だから日本、中国からどっかの国に行くんだったら取れるビザで今回来てるんだけど、そのビザって144時間、だから6時間ぐらい、6日ぐらい、6日間ぐらい、エアポッツが飛んでいった。そう、6日間ぐらい滞在ができるんだけど、みーね、今回ね2日間しか中国にいる予定じゃなかったから、2日間しか取ってないのビザを。だから本日中に出国しないといけないのよ、中国を。って考えたらさ、待って、もうどうしよう、本当にどうしよう。あ、待って、でもさ、タイ経由だったら一番安いかも。タイ経由だったら航空券5万円。あー、でも5万円、いやでもな、タイ経由で行ったら明日の昼に着く。タイ経由で行ったら、もしね、みんな、もう本当に無理、もうちょっとやばい、目の前の人にめっちゃ笑われてる。もうタイ経由で行ったら、今日の夜の7時にここの中国を出国して、飛行機乗ってタイに着いて、タイ夜12時ぐらいに着いて、次の日の朝8時のフライトでタイからジャカルタに行くってやつがあるんだけど、え、それでいいかな。いやでもな、でもそうしないと、いやでもな、どうしよう。でもとりあえず今日中に中国は出国しないと本当にやばいから、もう中国でやらかしすぎなんだけどね、本当にもうまだ泣きそう。もうどうしよう、助けてみんな。死ぬこと以外かすり傷って言いたいけど今は言えない。はぁ、一旦考える。
それではちょっと頭がこんがらがってきたので、本当にどうしたらいいのか分かんなくなってきたので、とりあえず気合を入れるためにメイクをしていきたいと思います。とりあえずいつもの10分メイクをして、顔に気合が入れば心にも気合が入るはずということで10分メイクをしていきたいと思います。こんなところでねメイクしてて本当に申し訳ないんですけれども、まあ目の前の人もここで寝てるし、まあいろんなことしてるからまあ大丈夫ですよねということで、とりあえずメイクをしていきたいと思います。もう最悪、本当に何してるの本当。あ、ちなみに現在の時刻はじゃじゃん12時5分です。もう私の飛行機が行ってしまってから約2時間ぐらいが経ちました。私は2時間もう本当にどうしたらいいのか分からず、ここをさまよってずっと航空券を探しているんですけれども、なんかもうどうしたらいいのかとりあえず分からなくなっちゃって、今メイクをしているっていう感じですね。中国を今日中に出国しなければならない女の末路はこういう感じです。こんなトラブルを誰がするんだって話ですよね。でもこれを YouTube を通して誰かに発信できてるって考えたら、まあオールオーケーかもしれないとか思ってるけど、まだそこまで処理しきれてません。ちなみにさっき今回のコラボ動画のあの玉電子工業さんに連絡をさせていただいたら、こここういうことがあって今中国から出国できないんですって言ったら、なんかまずとりあえず大丈夫ですかって心配してくださって、心配とともにもっと優しいのが、玉電子工業さんの子会社が上海の近く中国内にあるらしくて、もし万が一のことがあったらそちらの日本語が喋れる中国人スタッフもサポートいたしますので、何でも連絡してくださいねって言ってくださって、もう優しすぎる、本当にありがとうございます。それではとりあえずメイクしていきます。なんかさ、神様からの戒めかわかんないけどさ、ニキビがさっきより2つ大きくなった気がする。2つ大きくなった、2つ増えた気がする。もうやだ、本当にもうなんかもう笑えてきたんだけど、この状況にもうやだ本当に。あ、やばい、笑った後は泣きそう。今でもお母さんとかにさ電話したらマジで泣きそうだわ、本当にもう情緒がやばい。黙ってメイクしよう。あー、もういつもみたいに全然アイラインうまく引けないし、もうやばいわ、隣の人にめっちゃ見られてた。もうそんなことどうでもいいから、もう本当にとりあえずメイクして次のこと考えなきゃ、マジでやばい、今現実逃避してるだけだわ本当。もういいか、もう今日はもういいや、もうこんな感じで、とりあえず顔に血色があればねテンションが上がるはず。ちょっと待って、モバイルバッテリーの充電がなくなったからチャージスポット見つけた。ちょっと髪の毛も巻きたかったし、チャージスポットで一旦髪の毛を巻いたりとか充電して、携帯の充電なくなったら本当に航空券も取れないから、ちょっと一旦ここ借りよう。じゃじゃーん、あーよかった、中国はね日本のこのコンセントも使えるから超便利だ。オッケー。なんかねさっきねミーが一人でベンチでわめきながらさメイクしてたらさ、大丈夫みたいな感じで優しいね、なんか珍しくあの中国人の方だったんだけど英語を喋れる方がね話しかけてくれて、大丈夫みたいな、助けようかとか言ってくれて優しい、本当に。前回の動画でも言ったけどさ、やっぱ中国ってねいろいろな負のイメージとかある方もね多いと思うし、みーも最初中国来るときちょっとだけ怖いなっていう感覚はあったんだけど、昨日も優しいお兄さんに旅を助けられて、そして本日も優しく声をかけていただいて、でも中国では死ぬほどやらかして、もう本当にこの旅が良かったのか悪かったのかわからないけど、総じて良かったなと思える旅にしたいです。それでは一旦メイクという魔法をかけます。女の子ってさメイクするだけでテンション上がるもんね。よいしょ、いい台を見つけた。ということで皆さん、あのドタバタしすぎてパニックになりすぎて忘れてました。いきますね、せーの、あいまいみまいみーです。はい、私は今中国にいます、イエーイ。はい、ということでですね、動画が始まってから何分経ってるのか分かんないんですけれども、オープニングを撮るのを忘れていました。そしてやっと顔に血色が出てテンションが上がってきたので、というかあのやる気が出てきたので、やっぱ女の子にとってメイクってすごい威力ですね。シャキッとするんです、なんか心がシャキッとシャキッとして、もうどうにかしないと、メソメソしててもどうにかしないとラチが開かないので、さっき調べました。もう調べに調べに調べまくって、私はあれ待って、携帯どこやったっけ、携帯どこやったっけ、ポケットにない、あれ携帯どこやったっけ、もうこの数分でなくした、ああったあったあった、ここに入れたんだったもうやだ、もう今日何の話してたっけ、あ、そう、なんと航空券が取れました。一番安い経由のチケットを探してたら、タイ経由、
ベトナム経由とかもあったんだけど、今ここ上海から一旦タイに飛んで、そこから明日の朝のタイから出発の便でジャカルタに行くっていう航空券が4万円で取れたということで、まあオールオッケーですね。オールオッケー、オールオッケー。あ、でもオールオッケーをこんなね、ないがしろにしちゃいけない。本当にオールオッケーと思った時に言います。てかさ、思ったんだけどさ、みーさ、損してなくない？てか逆にいいことしたかもしれないってなんか思うしかないんだけどさ。だってまずマイルも今帰ってきたし、さっきママが電話してくれたからね、ママありがとう。でプラスあとこの反面教師、もうみんなはこんなヘマしちゃいけないよっていう反面教師としての動画も撮れたし、だからそれによって皆さんにこの動画をお届けして、あ、こういうミスはボンミスはしちゃいけないなっていう反面教師の動画にもなったし、本当の意味でオールオッケーですねということで、本日は上海からこのままジャカルタに着いて、もう少しでジャカルタに到着してる時間なんですよ。あ、本当にね、今頃はもうすぐジャカルタに着陸する準備をしているような時だったんですけれども、私はまだ中国に取り残されてるということで、まあ前向きに考えるしかないのでね、本当にね、皆さんコメント欄でこう来ると思います、こいつは何やってんだって、本当にありえないって思う方もいらっしゃると思います。でも本当にミーも確かに、なんか誰か他の人でなんかこういう同じようなことをしてたら、何やってんのこの人って呆れるかもしれません。でもいざこういう自分がこういう状況に置かれた時、もうポジティブになんないとやってられないんです。だから本当に皆さんは、あの、こういうお茶目な生き物がいるんだって、あたらくんと見守ってください。本当にお願いします。もう本当にもうなんかさっき泣けてきたんだけどさ、もう泣けてる時はさ動画回すの忘れてて、もうなんか無心にさ涙がポロ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 と出てきたんだけど、もうなんかね、前向きにポジティブに行くしかないんです。それでは航空券も取れたということでチェックインしていきたいと思います。イエーイ、タイだ、タイに一周行けるんだまあマイルでね、実質無料で航空券取ってたし、どうせマイルがなかったらね航空券取らないといけなかったから、まあ普通に自分で航空券を払ったって考えたらいいよね。そう思う、そう思う。それでは見てください、じゃじゃーん。ちょっとカメラ越しにね電光掲示板を見たら変な感じがするんですけれども、一番右の下から2、3、4、5、6、7番目、7時55分のスワンナプーム国際空港、1ヶ月前も行ったんだけどって感じだけど、7時55分で現在の時刻は1時半。まあ一旦ちょっと中に入って編集でもしようかな。ちなみに8月21日月曜日の上海の空港はこんな感じです。それではもう多分チェックインできるから一旦チェックインしようかな。それではチェックインできました。もうね、次は絶対に乗り遅れたくないので、早すぎるけどもう保安検査場を通って中に入りたいと思います。もう中国を出国する、出国するよ。もう国際線だよねこっち、大丈夫だよね。ミーはねビザの関係で国内線絶対乗っちゃいけないからね。あ、国際線だ。それでは入ります。それでは中国を無事に出国できましたって感じなんだけど、マジでさっき怖かった、聞いてみんな、マジで怖かった。あ、さっきね、あのなんかこの T シャツが汚れちゃって、なんか変なタレつけちゃったから、あの変なって言ったらダメだ、あの中国パンダの変なっていうかT シャツ買いました。後で着替えよう。てかさ、マジ聞いて、本当に怖かった。もう本当にもうさ、また泣きそうになったんだけどさ、出国審査するときに、え、なんで君はフライト変えたの、なんで変更したのって違和感を持たれちゃって、まあ確かにさ違和感じゃん。だってフライトを変えてなんでタイに行くって怪しいじゃん。怪しい人のさセンサーがすごいからさ。そしたら警官の人に2人囲まれて、でそしたらなんか警官の人が来て、で警官に2人に囲まれて、で出国審査するお姉さんにもなんかガン詰めされて、あなたは何なんだ、何をしに行くんだみたいなことを言われて、もうなんかあたふたしちゃって、あ、私はあの本日飛行機を乗り遅れてしまってっていうことを英語で言ったら、え、なんで乗り遅れたのみたいな言われて、寝坊っていうの恥ずかしかったからさ、あの時間をちょっと間違えちゃってみたいな、なんかどうでもいい、絶対につかなくていい嘘をついてしまい、そしたらなんか、あーそうなんだみたいな、であなたは何者だって言われて、 I'm traveler って言ったのね、とっさに。私は旅人ですみたいなちょっとかっこいいとかも言いながら、まあそんな余裕はなかったんだけど、なんかずっと眉間にシワ寄せてて怪しいなみたいな。いやでも本当に私は旅人で、本当に今日ジャカルタに来たかったんだけどっていうことを説明して、そしたら本当はなんかチケットを取り直す時に、その前にビザの申請というか、このビザ持ってるんだけど今日であのビザが切れてしまうから、だからもう一回飛行機を取り直したいんだっていうことを伝えないといけなかったらしくて、もう次から本当にあなたはダメだよみたいなこと言われて、あ、もうすいませんみたいな、それ知らなかったんです、シェイ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 とか言って、そしたら
まあ今回はいいだろうみたいな感じで警官もいなくなって、もう怖かった本当に、マジで出国できませんとか言われた時に、えみたいな、あもうあなたは出国できませんみたいな。で警官の人は英語喋れるんだけど、出国審査のお姉さんはマジで中国語しか喋れないから、もうさ永遠に中国語で話しかけてくるのね。 I can't speak Chinese、 中国語喋れないんですって言っても、なんか永遠に中国語で攻めてきて、もう分かんなかった、もう分かんないよって思ったけど、まあ入れたからオールオッケーですね。マジでヒヤヒヤする毎回毎回。あれちょっと待って、みー行きたかったラウンジ通り過ぎたかも。ちょっと本当にもうねヒヤヒヤしすぎて、焦りすぎて、本当にお腹が空きすぎてやばいから、一旦入れそうなラウンジを探してラウンジに入ってご飯を食べたいと思います。もうお腹空いた、着替えたいし、この変な T シャツに。ちなみに外は快晴です、めちゃめちゃ天気がいい。それではプライオリティパスでラウンジに入ることができました。見てください、じゃ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 ん、目の前には寝てる人がいたりとか、あとは向こうの方にご飯があるので、ちょっとお腹空きすぎてやばいからご飯を取りに行きたいと思います。そして外の景色見てください、横を見たら飛行機が見える、この景色最高だ。あれは何の飛行機が飛ぶのかな、そしてこの黒い白と黒の飛行機は何なのかな。おおめっちゃいいね。ここで編集をして7時55分まで待ちたいと思います。ご飯取りに行こう、ご飯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 、じゃじゃん、ここにはコーラとか、えビールあるんだけど、ビールあるんだけど、えちょっと飲んじゃおうかな、もう飲んでないとやってられない本当に。そしてここにはサンドイッチがあったりとか、軽食ですね。ご飯はそんなにがっつりはないのかな、あでもあそこになんか作ってもらえるところがあるから、ちょっと作ってもらおうと。えこれがあるっていうことはワインもあるじゃん、ちょっともう飲んじゃおうかな。みんなももう飲んでないとやってられないよねこの動画。ちょっと一旦ご飯取ってきます。見てじゃじゃーん、着替えてきました。皆さんどうですか、見て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 、パンダコーデ、チャイナコーデ、チャイナでパンダの服着ちゃいな、本当にやばい、ごめんなさい本当にやばい、このシリーズハマってる。チャイナでお茶目しちゃいな、本当にやばいよな本当に、マジで一人でさやらかして一人で何やってんの本当に、はぁ嫌になっちゃうよ。ということで、もう本当にやってられないので、じゃじゃん、もう昼からビールをぶちかまします。なんかさ今日さ実質昨日2時に寝て、今日8時半に飛び起きたから、まあ6時間半ぐらいしか寝れてないんだけど、いつもだったらね6時間半の睡眠ってミーにとってめちゃめちゃ少ない方なのね。8時間睡眠しないとさマジでミー1日稼働できない人なんだけど、なんか寝坊したっていうのがあるから、なんかすごい寝た感じになって、なんか寝た感覚になってるのね、すごいなんか寝坊したからね。だからなんか今日は超元気ということで、私のやらかし in チャイナに乾杯しちゃいな。はぁしょうもない、マジでやらかしてどうにかなった後の先はうまいぜ。ということで見てください、じゃじゃん、なんか麺、何の麺か分かんないけどちょっと伸びちゃった、着替えてたら伸びちゃった。こちらの麺を食べていきたいと思います。美味しそう、ラーメンかな、なんかトッピング全部してくださいって言ったら、いろんなトッピングで色鮮やかにしてくれました。そしてじゃじゃん、サンドイッチとじゃじゃん、なんか牛乳久しぶり飲みたくて牛乳も持ってきた、いただきます。周りの人はね結構中国の人はさウイスキーが好きなのかな、ウイスキーをさロックで飲んでる、元気だね。美味しいかなこの麺、めっちゃ美味しい、ラーメンの味に近い、アンビリーバボー。てかさ聞いて、もうさ本当に嫌になっちゃうんだけどさ、もう聞いて本当に、さっきこのラーメン作ってくれる人に、このトッピング、この赤いトッピングが辛いのか分かんなくて、ね、スパイシーですかみたいな、辛いですかって英語で聞いたの。でも本当に中国人の方ってマジで英語喋らないから、喋らないとか喋れない、本当に英語が通じないから、そうスパイシーも通じなくて、簡単な英語も通じないのね。ワンモアとかもう一回とかも通じないし、全然通じないのね。だからなんかそのへみたいな言われて、で英語喋れるスタッフの人がもう一人来て教えてくれてたんだけど、そのお姉さんなんかめっちゃ陽気で、なんかミーに向かって、あなた日本人なの、めちゃめちゃチャイニーズ、めちゃめちゃ中国人の女の子に見えるとか言われて、 You look Chinese って言われたのね。もうさミーさマジでさ、フィリピンでは Are you Filipinas とか言われたりさ、中国ではさ You look Chinese とか言われて、あなたは中国人の女の子に見えますって。もうさもうミーの顔は何なの本当に。めっちゃ美味しい、待ってめっちゃ美味しいんだけどこれやばい、あでもちょっと辛い、お姉さん全然辛くないって言ったじゃん、ちょっと辛いんだけど、うん、ミーの顔ってさそんなに日本人に見えない、あなた日本人っぽいねって言われたことないんだけど本当に、アンベリーバボー。まあでもこの服着てたら
もっとマジでもっともっと中国人の女の子だと思われそう。まあそんなことはどうでもよくて、もう出国もできたし、無事に中国を立つことができるし、もう本当にさ、中国出国できませんってさっき保安検査場を通る前に出国審査の時言われた時マジで焦って、またみたいな、また泣かないといけないのと思ってマジ焦ったけど、今は美味しいお酒と美味しいご飯を食べれて、せーの、オールオッケーですね乾杯。うますぎ。ああ、なんか飛行機に乗れなかったのが夢のようだ。夢のよう、なんか夢みたい。今なんか夢みたい。どうにかなってて。それではご飯を食べてお腹いっぱいになって幸せハッピーになったので、今からレッツ集中タイムスタートをしていきたいと思います。なんだかんだ4時半になってしまって、フライトまで3時間ぐらいとなってしまいましたあんなに時間あると思ってたのにさ、ネットフリックス見てたらもうこんな時間になっちゃったということで、編集集中できそうなところがこのラウンジ内にあったので、こちらでしっかりと編集していきたいと思います。そして見てください、じゃ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 ん。今回タマ電子さんに提供していただいて、タマ電子さんにいただいたこちらイヤホンになってるんです。ちょっと皆さん紹介しますね。そしてじゃじゃん、コンセントです。これね、今挿してあるんだけど、さっきからこれで携帯を充電したりとかカメラを充電してます。超便利。これもちょっと後ほどちゃんと説明したいと思いますね。ちょっとさ、このサングラスつけてみる。せーの、じゃじゃん。え、どう、え、ちょっと待って、え、すごい、カメラの画面がさ見えない。え、ちょっと待って、すごいんだけど。え、すごい、なんちゃらカット。ちょっとこれもな、後でちゃんと説明するね。え、待って、すごいんだけど、カメラの画面が見えなくなる。え、わかんないよね、伝わんないよね。でもパソコンは見れるの、目にも良さそう。ちょっとさ、これかけてたらさ、舐められそうじゃなくない？なんかさ、女の子一人でさ、日本人だとさ舐められやすいのね、本当にぼったくりにあったりとか。え、これかけてたらさ舐められないよね、ちょっと怖く見えない？セレブ、アイムセレブみたいな感じに見えないジキジキソウソウ、じきじきそうそう、じきそうそう、じきじきそうそう、ラップしてそう。そんなことはどうでもいいんですけれども、こちら骨伝導、ここ耳にイヤホンとして、耳に入ってないのに音楽とかが聞けるんですよ。すごくない？骨伝導を使って音を聞くことができるので、私は今パソコンとこちら、外見は子供だけど中身は大人みたいな、あの某アニメのメガネみたいな感じじゃない？すごいよね。ちょっと一旦これで編集の私の声の音が聞こえるかを試してみたいと思います。せーの、アイマイミーマイミーです。すごい、これさ、待って、外したら聞こえないのね。すごいんだけど、ここからさ、どうやってさ聞こえてんの？耳閉じても聞こえる。すごい。ちょっととりあえずこれで、やばいやばい、興奮が止まんない。こちらでレッツ集中タイムスタートをしていきたいと思います。てか本当にね、ふざけてる時間はないのよ、本当に編集やばいから、こういう隙間時間にね編集やらないと本当に動画出せなくなっちゃうから。それでは後ほどしっかりと説明したいと思うので、レッツ集中タイムスタート。なんかさ、めっちゃできる女みたいじゃない？サングラスかけてパソコンさポチポチしてて。頑張ります。ちょっと待って、めっちゃ編集集中したんだけどさ、マジで疲れすぎてやばいから、ちょっとワインを持ってきました。乾杯。あ、疲れて死ねばくなってきちゃった。グッドテイスト。それでは引き続き頑張ります。登場時間まで頑張る。眠い、ダメだ。それでは7時過ぎになったので、登場口に向かいたいと思います。あー、やばい、眠すぎる、眠い、やばい、あと5分で登場時間だから急がなきゃ。急げ急げ、もう今度こそ絶対に乗るからね、もう何があっても乗るから。いつの間にか外は真っ暗になってました。じゃじゃーん、登場口に到着、84だからここだ。それでは結局8時14分になりました。ちょっと遅れての登場です。この飛行機毎日遅れてるらしい。 Thank you。 見たら毎日毎日遅れてるんだって、この飛行機。だから今日はさ、まだ15分遅れで全然ラッキーだったらしい。それではやっと乗り込みます。ベンチで爆睡してた。本当は今頃ジャカルタナイトを楽しんでるところだった予定だったんですけれども、なんで私はまだ中国にいるんでしょうか、本当に。だけど中国脱出成功。結構人がいるから、隣に誰かいるかな。
それでは乗り込みました。隣には誰も座ってない、最高、よっしゃ。それではですね、現在の時刻8時半なんですけれども、本当は7時55分に出発してればタイには11時ぐらいに到着する予定だったんですけど、多分遅れて12時前ぐらいに到着すると思います。そして明日のフライトも早いからまた寝られないかもしれないので、このフライトの睡眠が本当に大事だから、隣いなくてよかった。見て、ディズニーだ。上海ディズニーもさ、楽しいんだろうな。上海ディズニー行ったことある人いますか？さっきからさ、小腹が空いちゃってずっとポイフル食べてる。もう半分以上食べちゃった。私の元気な源、ポイフル。動画さ、最近撮るの忘れてたんだけどさ、今回の旅もずっとポイフル食べてて、合間合間に。マジでこれ3袋4袋目ぐらいだから、糖分やばい、糖分過多。ちょっとまだ離陸しないみたい、まだ飛行機が動かない。ちょっとね、結構前のね、タイ人の方かな、わかんないけどね、めっちゃ大声で喋ってて寝れないので、じゃじゃん、こちらも玉電子工業さんに提供していただいたノイズキャンセルの Bluetooth イヤホン、こちらを耳に装着してから、こちらノイズキャンセルだから外のね音が全く聞こえなくなるから、これで爆睡したいと思います。本当に OK、 耳にもめっちゃフィットする。それではお気に入りの Netflix、 今実際見ているものを見ながら離陸するまで待ちたいと思います。やばい、ネットフリックス見てなかったら寝そう。それではネットフリックス見ます。すごい音質めっちゃいい。すごい、全然タイ人の方の声聞こえない。あー、自分の声も聞こえない。喋れてる、これ喋れてる。え、すごい。これでさ、寝れる音楽とかかけたらさ、マジで一瞬で寝れそう。飛行機でもどんなにうるさくても。9時23分、1時間半ぐらい遅れて出発しました。1時間半遅れの場合、明日の朝もめっちゃ早いので早く着いてほしいな。タイで私は睡眠を確保することができるでしょうかって感じだけど、とりあえず中国を申告。機内食が到着しました。じゃじゃーん、なんだろうこれ、ピザかな、美味しそう。なにこれ、めちゃめちゃ美味しそうだ。なんかいつもより軽食っぽいね。いつもの機内食よりガッツリしてない。ダイエット中の私にはバッチリかも。見て、なにこれ、いただきます。甘っ。なにこれ、なんかあんこの味する。見て、ピザだ、美味しそう。めっちゃ冷たいピザ見て、変な形のジュース、美味しい。マジでこのノイズキャンセル、外の音が全く聞こえないから、機内食来たの全然気づかなかった。それではこの夜食を食べたらもうおとなしく寝たいと思います。コンタクトももうバリバリ。それではタイに到着しました。もう大爆睡しててマジで本当に眠たい。もう着陸するときさ、動画撮ってたっけ、もうそれも覚えてないぐらいさ寝ぼけてたんだけど、とりあえずタイに到着しました。なんで私はタイに今いるんでしょうか。本当にフライトがめっちゃ遅れて、もう12時半なんだけど、ちなみに機内が寒すぎて鼻風邪ひいた。めっちゃ鼻詰まってる。それでは入国審査をしていきたいと思います。3日連続この睡眠時間はさすがに辛い。また7時間後にはここの空港に帰ってきてるって考えたら辛い。ちなみに空港の近くの宿を予約したんですけど、安めのね、なんかいい感じの宿があって、そこにまあ3時間ぐらい仮眠してからまたここに戻ってきます。あ、ちょっと辛い。それでは入国審査終わってタイに入国しました。3週間4週間ぐらい前に幼なじみと一緒にタイに来たっていうのに、また1ヶ月後にタイに来るとは思いませんでした。タイに来てこんなに嬉しくないのは初めてかもしれませんって感じだけど、今から頑張ってホテルにチェックインして、数時間後にはここに帰ってこられるようにちょっと仮眠をしていきたいと思います。もうさっきさ寝ぼけすぎてさ、パソコンをさビニール袋に入れてさ吊り下げてたんだけどさ、ビニール袋が破れてパソコンがボンと落ちたんだけど、それにも数秒気づかないぐらいマジで寝ぼけてる。ということで、とりあえずホテルに向かいたいと思います。辛いけどさ、マジ自分のせいなんだよね。寝坊した自分を本当に今殴りたいけど、もうしょうがないから頑張りましょう。それではタクシーで
500円ぐらいで本日の仮眠のホテルにやってきました。なんか怖いんだけど、ここ怖っ。じゃじゃん、こちらの BS レジデンスというところを予約したんですけれども、3000円、4000円ぐらいだったんだけど、え、怖すぎんだけど。しかもさ、ロビーに誰もいないんだけどさ、これチェックインできんの？怖い。あ、待って、こっちじゃなくてこっちの建物がびっくりした。誰もいなくて怖かった。やばい、本当に睡眠時間がなくなるから急ぎ急ぎ急ぎ。じゃじゃん、到着した。ここだ、よかった。あんなに薄暗いところじゃなかったからさ、写真よかった。ここはスタッフさんがいそう、チェックインできそうです。ワンちゃん寝てる、ミも眠い、一緒に寝よう。ちょっとさっきさ、エレベーター乗った瞬間にさ、上からヤンマリ落ちてきてマジでびっくりしたんだけどそれでは中に入ります。あれ、なになになに、4403だよね、合ってるよね。結局カードでは鍵が開かなくて、スタッフの方を呼んで来てもらったんですけど、開きません。私は本日災難続きです。最高部屋に入りたい。お兄ちゃん頑張って。あ、開いた。どうやって開けた、今こじ開けてた。 Thank you。 ちょっとお兄さんが今鍵をなんか修理してくれてんだけど、もう部屋から一歩も出ないからいいんだけどって思うけど、ちょっとやってもらってます。ちょっと一旦トイレ。それではお兄さんが鍵がなんか修理できたみたいで、帰ったらね、お部屋紹介をしていきたいと思います。もう超簡単でいい。ごめんね、ごめんね、ごめんね。それでは悲惨な女のデミツアースタートまずドア開けてすぐ左側にじゃじゃん、洗面台です。やった、今日シャワー浴びれる、最高だ。そして洗面台とトイレ、4時間滞在には本当に十分ですね。そしてもうベッドのルームがこちらです。いきますね、せーの、じゃん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 。ベッド3つ、絶対こんないらないんだけど私。そしてなんかここには椅子がないけど、なんかすごく広い机があってっていう感じで、本日はここでメイクできるんでしょうか。絶対できないな。でバスタオルもあるし、傘もあるし、でここにかけられるものもあるしって感じだけど、4時間しかいないので、まあそんなにベッドとシャワーしか使わないと思います。でここは3000円でした、さっき調べた。でここは3000円でした、ちょうど3000円ぐらいだったので、まあ1時間1000円でこちらで仮眠していきたいと思います。それでは一旦ちょっと待って、どうしよう、一旦シャワー浴びるか。一旦シャワー浴びよう。体デロデロ、もうデロデロなの本当に。体デロデロもうさ、深夜テンションになってきたんだけど、本当にもう本当にもうさ、なんで今タイにいるのって感じなんだけど、本当になんで私タイにいるの今頃、ジャカルタでたくさん寝てるつもりだったのに、なんでタイに今いるのかな。あ、本当にやばい、こんなことしてる時間ないから一旦シャワー浴びてきますやばい、深夜テンションはい、ということでシャワー浴びてきました。気持ちよかった。もう本当に本日の悪夢を全て洗い流してスッキリっていう感じですね、本当にあのこのたたりをすべてね、もう流したから明日からうまくいくと思います。絶対にうまくいくと信じて、今から寝たいところなんですけれども、シャワーを浴びて超元気になったので、本日もパックをしてしっかりと、あと2時間ぐらいしか寝れないんですけれども、現在の時刻じゃじゃん、2時半です。やばいです、2時半ってやばいんだって本当に。2時半ってことはあと2時間半後にロビーに行かないといけないってこと？ちょっと待って、もうやだ。5時半のバスを予約してるから2時間半ってこと？まあ一回それは考えずに、なんと今回は動画の冒頭、ちょっと今回の動画の冒頭すごく焦っていて、あのすごい始まり方だったと思うんですけれども、動画の冒頭で言ってたんですけれども、今回はなんと なんと玉電子工業さんとのコラボ動画です。この会社さんは前にも説明したことあるんですけれども、コンビニでシェアトップランクを誇る会社さんで、モバイルバッテリーなどを製造している会社さんなんですけど、実は私なんと5月もコラボさせていただいています。ちょっとパックしますね。あー気持ちいい、最高すぎる。本日はね、たたりでニキビが2つぐらい増えてしまったので、しっかりと鎮静していきたいと思います。で5月にコラボさせていただいた時は、こちらのケーブルとかモバイルバッテリーを提供していただいたんですけれども、めちゃめちゃプライベートでも旅でも使ってます。ありがとうございます。本当に友達にもね、これ使ってると、え、何それかわいいって言ってくれます。でその5月に紹介させていただいたこの商品たちがすごく好評だったということで、今回もまたお話をいただけることになりました。いつも見てくれてる視聴者さん、そして購入してくださった皆様に感謝です。ね、たまに動画で出てたと思うんですけれども、本当に案件だからその時だけ使うとかじゃなくて、本当に普段使いしてて、延長コードも毎日使ってて、そこにね置いてある
あるんだけど、ちょっと汚すぎて見せれないんだけど、そこにね置いてあるんだけど、いやちょっとなんか下着とか見えてないから大丈夫かな、ちょっと後で確認しよう。ほらあのモバイルバッテリーとかタコ足とかも本当にずっと使っててめちゃめちゃ便利です。本当におすすめでマジで使ってます。ありがとうございます。そして今回紹介させていただく商品は3つです。動画中に何回か出てきたと思うんですけれども、1つ目がじゃじゃん、ワイヤレスイヤホンです。こちらの商品はフェルミアエアープロって言います。こちらは Bluetooth のワイヤレスイヤホンで雑音を軽減するノイズキャンセリング、だから本当に周りの音が聞こえないのね。でそのノイズキャンセルのモードと周囲の音を取り入れるモード、どっちともに切り替えができる、めちゃめちゃ優れものです。この子でこちら価格なんですけれども、めっちゃ高いと思うじゃん。みーもいくらなんだろう、1万円2万円ぐらいするんだろうな、超高性能だしと思ってたんですけれども、お値段なんと2980円です。めちゃめちゃ安い、こんなに高機能で。だってさっきの飛行機の中で言ったと思うんだけど、本当にタイ人の方かな、なんか中国人の方か分かんないけど、本当に大声で喋ってて本当に寝れなかったんだけど、マジでノイズキャンセルのモードに切り替えてイヤホンして音楽聴きながら爆睡してたんだけど、マジでタイ人の方の大声が聞こえなかった。グレイト、すごく寝れました、ありがとうございます。だから今ちょっと元気です。最近ねイヤホンを新調したかったから、めちゃめちゃ大活躍すると思います。よろしくお願いします。これからよろしくね。ちょっと一旦パック外そうと、はぁ、あ、気持ちいい、ニキビ治って、ほらここら辺にニキビできてる。そしてそして2つ目がじゃじゃーん、骨伝導サングラスです。かっこよくない、ジキジキソウソウ、ジキジキソウソウ、ジキジキソウソウえすごい、本当にカメラの画面が見えない。でこちらね、骨伝導って意味初めて聞いたんだけど、骨の振動で直接聴覚神経に音を伝えるらしい。すごくない？普通イヤホンってさぶっ込むじゃん、耳の穴に、耳の穴にぶっ込まなくても聞こえたんだよ。これでさっきさ編集してたもん、ラウンジで。で UV カットもあるから音楽を聴きながら目を守ることもできます。道を歩いてる様子も撮影したので、その様子も見てください。せーの、ジョジョン。それでは皆様こんにちは、帰国した藤原のみーです。ということでですね、現在私はじゃじゃん、母校上智大学の目の前にいるという感じなんですけれども、この粉みたいなワイヤレスサングラスが欠かせなくなりました。だって日光を遮断できるし、目も守れるし、しかも音楽が聴けるっていう、もう本当に手放せない。ちょっとあの上智大学の近くで用事があったので、ここで今撮っているっていう感じなんですけれども、プライベートでもつけてます。ちょっとなんかさ芸能人みたいじゃないっていう感じがして、すごく気に入っているんですけれども、音楽も聴けるし、これでね電車の中とかも聴いてましたさっき。それでは皆さん、あの今回の動画すごくヒヤヒヤするかなっていう海外動画になってるかもしれないんですけれども、帰国してるので皆さん安心してみてください。それでは本編に、せーのドン、テレッテレーテッテレッテーテーテッテー。そしてこちらのお値段なんですけれども、こちらはなんと16,800円です。そうだよね、こんな高性能だったらこのぐらいの値段をすると思います。ちょっとさこれハマりそうなんだけど、骨伝導っていう、だってさ耳塞がれなくても聞こえるって超不思議な感覚になる。本当に君もこれからよろしくね。そしてそして3つ目がじゃじゃーん、急速充電です。もう YouTuber には欠かせない急速充電でございます。こちらまあ私みたいな YouTuber にもそうだし、携帯を使ってる皆さんにも本当に必要不可欠だと思う。玉電子工業さんに急速充電をいただいてから初めて使ってみたんだけど、本当に充電が早すぎてマジで感動した。もうね1回急速充電この子を使っちゃうとね、もう手放せないの本当に。個人的にはね急速充電は1人1個は絶対持ってた方がいいと思いました。すっごい犬の遠吠え聞こえるんだけど怖い、野良犬が喧嘩してる、怖い。めっちゃ外の音聞こえるわここで。こちらのお値段はじゃじゃん、2380円です。以上3つがミーがセレクトした商品なんですけれども、まだまだ続く私の長い長い長すぎる旅路で、この3つの商品を大活躍してもらいたいと思います。ということで概要欄に詳細を貼っているので、リンクから欲しいなって思った方は、使ってみたいなって思った方は下のリンクから見てみてください。ブンブンハロー YouTube みたいじゃない。ちょっと待って、もうさ深夜テンションになってさ寝れなくなっちゃったんだけど、全然眠気がさ皆無になっちゃった、怖い、覚醒しちゃった、全然眠くない。このワイヤレスイヤホンでマジで音を遮断してマジで大爆睡しちゃったから寝れなくなっちゃったんだけど、やばい、現在の時刻もう3時、あと2時間後には起きないといけないんです。やばい、寝なきゃ本当に。今ね深夜テンションで興奮状態なんだけど寝ます。おやすみなさい。私は明日本当にもう寝坊できないから、もう本
当に寝坊できないから、もうね明日寝坊したら本当にシャレにならないから寝まーす。皆様おやすみなさーい。やばいよ本当にマジで眠たくないんだけど本当に怖い。それではみんなおやすみやばいやばい、こんなことねベラ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 喋らないね。寝なきゃ本当に寝なきゃ、おやすみ。絶対に明日起きるからみんな信じてて。あちょっとママに明日モーニングコールしてもらおう。マジで明日起きれなかったら本当にやばいから、本当に笑えないから、本当にもうね泣きもしないから、本当にママに明日5時に電話かけてくださいって LINE しとく。それではみんなおやすみ。怖い、朝起きれるかな。おはようございます、おはようございます。一応ママに起こしてって言って5時に電話してもらったんですけど、聞いてください、一睡もできなかった。現在の時刻は、あ、携帯落ちた、よいしょ。現在の時刻はじゃじゃん5時17分。あ、やばい、5時17分。なんでだろう、全然寝れない、全然寝れない。最近さ、この旅が始まる時の動画で言ったんですけど、マジで不眠症になったのかなっていうレベルで寝つきが悪くて、マジで入眠ができないの。入眠できたらいつまででも寝れるんだけど、マジで入眠ができなくて、いつも入眠オルゴールみたいな YouTube で調べてさ、それを流しながら寝ても全然寝れなくて、昨日の夜もう何年もう。しかもさ、寝不足でニキビが増えた、最悪。もうここにもニキビできたし、もうなんで寝れないのって感じだけど、そんなことを言ってる暇はないので、とりあえずあと10分後にあのバス、シャトルバスが来るから、やばい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 、起きます起きますっていうかずっと起きてんだけど、なんで寝れないんだろう。みんなコメント欄で教えて、みー寝るのこんな好きなのに。やばい、そんなこと言ってる暇ない。それでは5時半のホテルのシャトルバスに間に合いました。空港まで行きます。外はまだ薄暗い。よいしょ、空港に到着しました。はあ、なんかもう逆に眠くないからさ、なんかもう時差ボケなのかなって思うぐらい眠くないんだけど、怖い。それでは6、7時間ぶりぐらいの空港です。滞在時間8時間ぐらいのタイ、全然楽しくなかったです。それではチェックインします。あー重たい、パソコン重たい。あーなんか数時間前に来た場所にまた来てるっていう、なんかめっちゃ変な感覚なんだけど、数時間前に来た空港にまた数時間後に来てるっていう、めっちゃ変な感覚。それではチェックインカウンターはどこだ。ちなみに現在の時刻は朝の5時49分。朝の5時49分のスワンナプーム国際空港はこんな感じです。結構人がいるね。みんな早起きすごいね。じゃじゃーん、私はどれだ、ちょっと待って、タイ語わかんない。ジャカルタ、こちらです。8時のジャカルタ駅になります。チェックインしてラウンジでゆっくりしよう。でもなんかこんな朝早いのにさ、眠くなくて覚醒してる自分が怖いんだけど、でも今日は寝坊せずに、寝れなかったから、寝坊しなかったから乗れます。タイ航空に乗るから。あ、あった。それでは無事チェックインできました。これで乗れる。なんかチケットめちゃめちゃペラペラ、紙切れみたい。それでは無事に乗れそうです。やばい、こんな朝早いのにさ、なんでこんなテンション高いんだろう。マジで眠気がないって怖い、覚醒してるみ今。それでは出国審査できました。大きな株が抜けましたみたいな銅像がある。っていうかさ、タイに来たらさ、日本人も増えてきたしさ、英語も通じるようになったからマジで安心する。中国は本当に日本人も全然いなかったし、英語も全く通じないからマジで未知だったんだけど、タイはやっぱ落ち着く。それではラウンジに行きます。お腹空いた、外が明るくなってきた。タイはね、昨日今日でね、雨、スコールがすごかったのかな、湿気もすごかったし、地面が濡れてた。みんな朝だよ。やばい、こんな早朝でさ、ミーがこんなにテンション高いの初めてじゃない。朝が来ればトゥモロー、いいことがあるトゥモロー。あ、ここだ。それでは入ります。こちらのラウンジで朝ごはんを食べていきたいと思います。こちらのロイヤルオーキッドラウンジでご飯を食べるんですけど、中はこんな感じです。めちゃめちゃ涼しいを通り越してめっちゃ寒いです、このラウンジ。あ、朝ごはんがある。6時なのに朝ごはんがある。え、シリアルとかちょっと食べちゃいたいんだけどって感じなので、ご飯を一旦取って席に座ります。わあ、朝からあったかいご飯もたくさんある。え、チャーハンとか美味しそうだし、覚醒してる私はね、もう暴飲暴食します。それではご飯取ってきました。
美味しそう。ちょっと早朝なのにお腹空きすぎていっぱい取ってきちゃったんだけど、見てじゃじゃーん。まずはパンコーナー、そしてかぼちゃのスープ、そしてごちゃ混ぜのご飯。最近私目玉焼きにハマってて、目玉焼きを朝から食べるのにハマっています。いただきます。もうあとは登場時間になったのにまだ食べ続けてるとか寝続けてるとかない限り、私はジャカルタに向かいます。もうジャカルタに行くのに何時間かかってんの。いただきますって言ったっけ。いただきます。目玉焼きをね一口で食べるの。いくよ。マジでさ、この旅も毎回の動画では言ってなかったんだけど、本当に寝るのに1時間2時間かかったりとか、今まではもう旅に疲れて疲れまくって夜飲み終わって帰ってくるじゃん、旅先でね。そしたら布団に入ったら2秒で寝れたの。なのに最近マジで寝れなくて、なんでなのこれ。本当にこんなに寝るの大好きなのに、本当に本気でコメント欄で教えてほしい。ママに言ったら寝る前のお酒禁止、寝る前の携帯いじる時間禁止ってきたんだけど、どっちもそんなにしてないんだけどね。昨日の夜ご飯はさ、機内食のなんか変な硬いピザしか食べてないからお腹空いた。見てこの肉まん、なんか真ん中に点があってあーしょうもな。最近寝れない原因がお酒の飲みすぎなんだろうかって考えたら、朝からちょっとビールをかまそうかなって思ってたけど、ちょっと気が引ける。それでは搭乗口に向かいます。今日さ、動画あげたいからさ、動画あげてたんだけど Wi-Fi が弱すぎた。でも最後まで諦めないためにパソコンを抱きかかえながら行きます。待って、こっち合ってる？ D の7だからこちら。最後までここの Wi-Fi を頼りにパソコンを広げながら向かってるんですけど、あと残り5分、アップロード中 94%、 あと 6% で動画上がるのに Wi-Fi 頑張って。ちょっと搭乗時間ギリギリになってるんですけれども、限界 YouTuber すぎる、さすがに限界 YouTuber すぎる。それでは行きます。やばい、ちょっと遠い。 あと4分、お願い頑張って。急ぎます。やばい、 Wi-Fi が弱くなってきた。ちなみに目の前はこんな感じ。 D の7だからもうちょっと奥だ。タイ航空だ。奥もタイ航空、奥の方のタイ航空だから早く急がなきゃ。限界 YouTuber 頑張ります。めっちゃ一人見られてる。ここだここだ。やばい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 、急ぎ。こんなに頑張ったから Wi-Fi 頑張ってお願いだから。すいません、お願いします。 Thank you。 間に合った。あ、待って、 Wi-Fi 切れちゃった。無理かな無理かな、飛行機の中乗ったら無理だよね。やばい、最後の最後まで眠っちゃった。それでは乗り込みます。この動画を上げるのに必死で、飛行機に乗れなかったら最悪だから。ハリーかコペンか。それでは乗り込みました。動画アップロードチャレンジあと4分で失敗です。あんなに頑張ったのに。でもジャカルタに行きます。見て、かわいいこの子。ヤッホー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 。あら、かわいい。掴んで。ちっちゃい手、見てこのちっちゃい手。何人の子供だろう。バイバイ。このお姉さん可愛いと思う人、この指と生まれ。お可愛いよね、わかる。すいません。それでは離陸します。お姉さん可愛いと思う。お姉さん可愛いと思う。あー可愛いよね、わかる。それでは離陸します。あー見て、目の前に JAL がある。海外で日本の飛行機見るとなんか安心するね。それでは今から3時間ぐらいかけてジャカルタに行きます。本当はもう今日はジャカルタで朝を迎えてたはずなのにって感じだけど、まあジャカルタに行けるしオールオッケーですね。今日さ、オールしてほぼ寝てないのに全然眠くないんだよね。怖すぎる。だからちょっと映画でも見ようかな。おはようございます。大爆睡かましてたら着陸の準備に入りました。じゃじゃん、外は青空です。あと20分ぐらいで着陸します。眠い、さすがに眠い。それではジャカルタに到着しました。やばい、大爆睡かましててマジで機内食にも起きなくて、機内食食べれませんでした今回。それでは入国審査を頑張っていきたいと思います。ビザ大丈夫かな。ということでですね、日本人はアライバルビザっていうものをもらったらいけるんですけれども、じゃじゃん、ここでアライバルビザ、ワンチャン日本円を使えたのかな。でもミーはカードでアライバルビザは5000円、日本円で5000円を払ってアライバルビザを今こうやってねもらってきたんですけれども、ネットでもできるけど、ここででも全然一瞬で30秒ぐらいでできたから、全然ネットじゃなくてここでアライバルビザを買うっていう感じで全然良かったと思います。ということで見て、ここ
下じゃん。可愛くない？消火器がさ、気球とつながってるの可愛い。それでは果たしてちゃんと入国できるんでしょうか。3時間みっちり寝たからさ、マジでスッキリした。でも昨日さ、オールで飛行機で今3時間寝ただけなのに、なんでこんなスッキリしてるんだろう。怖い、どうしちゃったの私の体。まあ元気だからいいんだけどね。荷物ゲット。見て見て、ここもなんだけどさ、いちいち消火器がね置いてあるところにイラストが書いてあって、めっちゃ可愛いんだけど、ジャカルタジョークみたいな感じなのかな。いいな、ミーもこれで移動したい。楽しそう。それでは入国審査通りました。イエーイ。3時間、しかも飛行機でしか睡眠取ってないのに、めちゃめちゃ元気な自分が本当に怖いんですけれども、後でぶり返しがなんか来るんじゃないかって本当に怖いんですけれども、今のところ超元気なのでオールオッケーですね。ということで皆さん、実はジャカルタに無事に着いたということで、本日の動画は実はここまでなんです。ちなみに私は今入国審査が終わって外に出てきて、目の前の景色はこんな感じなんですけれども、思ってたより綺麗な空港だなと思います。ということで、マニーチェンジをとりあえずしないと。私は今からちょっと電車に乗って移動しないといけないので、お金をジャカルタのお金に変えてから次の場所に移動したいと思います。今回は本当にね、中国から脱出できないんじゃないかって本当にハラハラして、さっきママにジャカルタ着いたよって電話したら、もうよかったね、今動画撮ってんのとか言って言ってましたけど、今動画撮ってないよって言ったら、もう本当にもうさ、やらかしすぎ、ありえないとか言って、なんかまた文句言われました。でも気をつけてジャカルタ楽しんできてねって言ってくれたから、ママ許します。それでは皆さん、本日はタマ電子工業さんとのコラボ動画だったということで、タマ電子工業さん、この私のトラブルに対応してくださり、トラブル中の動画で許してくれて本当にありがとうございました。本当に優しくて私は心強かったです。今回私が提供していただいた素敵な素敵な商品3つの URL というかリンクを概要欄に貼っているので、ぜひ皆さん見てみてください。お揃いにしましょう。それでは皆さん、本日の動画はここまでです。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。せーの、どんぶらーここ、バイバーイ。ジャカルタ楽しむぞ。ジャカルタってさ、インドネシア語だよね。全くわかんないんだけど大丈夫かな、英語通じるかな。ジャカルタの旅は私はどうなるんでしょうか。電車乗れるかな。